さっさと片付けるぞ。もっと強くなってやる。先祖先祖。
お見事です、皆様方。これで当面の危険は去りました。ヘッ、ゲールの戦士ならこのくらい当然だ。なかなかやるじゃないか。ま、完全に復活した時の俺にはお呼びもつかないだろうな。ふん、抜かせ。確かにお前は強いが、俺だってこれからもっともっと強くなる。いずれはお前なんかお呼びもつかないような強い戦士になってやるさ。私だってクロア様のことお守りしてみせますよ。それは楽しみだな。お前本気にしてないだろ。さあ、この階段から地上へと出られます。まあ外へ出たところで帝国はすぐに追手を差し向けてくるでしょうから、ぐずぐずとしてはいられませんが、ここから先はどうなされます、アローン様。そうだな、俺に任せろ。ここに来るまでにこの辺りの山野にはすっかり詳しくなった。俺の後に続けば昼だろうが夜だろうが迷わず突っ走っていけるぞ。なら任せよう。ゲール族の一の戦士アルサ、案内してくれ。お、帝国に追いつかれる前に逃げ切ってやるさ。案内してやる、遅れるなよ。よし、ここまで逃げれば大丈夫だろう。やれやれ、なかなかの強行軍でしたな。老いぼれには少し応えましたまい。道案内ご苦労。さすが蛮族の戦士、疲れを知らんな。最後のは褒めてるんだろうな。
まあ。疲れたか、リアンノ。兄ちゃんがおぶってやろうか。ありがとう、兄様。でも大丈夫。まだ一人で歩けます。これくらいで歩けなくなってしまうようでは、ハロウン様に笑われてしまいますから。そうか。アローン様か。よし、わかった。でしたらこの老いぼれを一つ背負ってくれませぬかの。男なら命ある限り歩け。近頃の若者は敬老精神に欠けておりますな。わかったよ。とりあえず皆ここで小休止だ。リアンノ、兄ちゃんが話をつけてやるから少し休んでろ。アロン、ちょっと来てくれ。なんだってんだ。これからの話だ。いいから来い。ほら、そう引っ張るな。何年前の服だと思ってる。ボロいんだぞ。しまいました。取り残されてしまったような気がした私は小さくため息をつくと星空を見上げました。二度と見ることはないと思っていた星空です。いつものように東の空でひときわ明るい星を探して。ついてしまいました。赤星がお気に入りのようですな。オガム様、あの、ひょっとしてなんですけど。ええ、そうです。あなたが思っている通りですよ。あのお方がそうです。はい。で、この先どうするつもりなんだ。おそらく追っ手は巻いたと思う。だから今夜は思い切って皆を休ませるつもりだ。そうだな。今頃城はあの生ける死人どものせいで大騒ぎだろう。しばらくは動けまい。俺もそう思う。珍しく素直だな。まあそのなんだ、なかなか強いなお前。それにバカじゃない。お前に言われても嬉しくないが。うるさい。それにリアンノも気に入ってるようだし、その族長にしてやってもいい。お前は魔王らしいが、まあ心配するな。俺が族長の作法ってやつをこれから徹底的に叩き込んでやるから。ちょっと待て。さっきから言ってるだろう。俺の意思はどうなってんだ。俺にだって選ぶ自由があるだろう。なんだ、まさかうちの妹が気に入らないとか言うんじゃないだろうな。どこが気に入らない。言ってみろ。俺が手錠にかけて育てた、目の中に突っ込んだってちっとも痛くない妹なんだぞ。お前めちゃくちゃだぞ。さっきまで反対してただろう。うるさいうるさい。俺はただ妹に幸せになってほしいんだ。笑っていてほしいんだ。妹が本当に望んでいるなら何だって叶えてやりたいんだ。それのどこが悪い。相変わらずバカだな。ま、そういうバカは嫌いじゃない。そうだな、もう一度キシンとリアンノンと話し合って。私たちの守り星様って、赤星様って、アローン様のことなんですよね。だってアローン様の本当の名前はだ。何も喋るな、聞くな。
いきなり妹に抱きついてるんじゃない！ああ、分かった。結婚でも何でもする。俗称にでも何でもなってやる。だから今こいつを黙らせるのを許せ。ハルーン様からこんなに抱きしめていただけるなんて。ハローン、いつまでもくっつくな。そろそろ離れろ。妹に笑っていて欲しかったんじゃないのか、バカ兄貴。それとこれとは別だ。特徴なら節度ってものが。もういい。とにかく出発するぞ。とんだ災難でしたな、アローン様。お前面白がってるだろ。それから私たちは星空の下をゆっくりと進んで行きました。私はアローン様とぴったり寄り添って歩きます。おい、どうした？街道から外れていくぞ。黙ってついてこい。どこへ向かってる？今夜は休むんだろ。もう少しだ。まあ街道を外れた方が追っ手にも見つかりにくいか。御意。リアンヌ、俺の真実の名前のことは誰にも話すなよ。どうしてバレたんだか。アローン様とつながっていた時、アローン様は真実の名前のことを強く考えてましたから。それに私、アローン様の中であのお星様を見たんですよ。真実の名前がどうだろうと、お前らが呼ぶ大魔王には変わりないんだぞ。そこんところ分かってんだろうな。私、魔王様のお嫁さんです。これからよろしくお願いします。プリムラです。私の真実の名前です。ああ、そんなことだろうと思ったよ。知ってたんですか？そんなことより、ちったこりろよ。あっさりと名前を教えたせいでひどい目にあったんだろうが。ハローン様を信じていますから。それに夫婦で隠し事は良くないと思いますから。ふっ、俺は隠し事と秘密だらけだが、お前に一言だって喋ってやるつもりはないからな。ハローン様、何をムキになっておられる。照れくさいからといって大人げないですよ。さあ着いたぞ、アロン。こんな何もないところで寝るのか。まあ棺の中よりマシだけどな。何もないだと？見るがいい。これがお前が滑ることになる我が一族だ。ほう、なんという数。森一面がすべて。みんな来てくれたんだ。あ、そうだ、みんな来てくれた。これがゲール族の光、誰にも奪えない誇りの炎だ。そうだ、あれはもうお前たちのものだ。美しゅうございます、アローム様。かつてアルビオンの野に集った我らの軍勢を思い出します。愚かな、そんなもの比べようになるか。どちらも比べようもなく美しいですか。こんなにも温かくしてくれるのでした。
さすがに目覚めたばかりではかなりきつかったな。クローン様、起きてますか？何か用か？新妻が指導を共にしようとやってまいりました。うるさい、さっさと寝ろ。明日の朝も早いんだ。そんな。じゃ、また明日な。なんだ、まだ用があるのか。でしたら怪我のお手当てだけでも。ああ、クソ坊主をぶっ殺した時のか。もうオーガムに直してもらった。やわな体だからな。腕の関節と筋を痛めたんだ。ほら、今ではちゃんと動くな。寝るな、おやすみ。待って、寝ちゃダメです、アローン様。こうなったらちょこ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 ちょど、こら、何よ。それちょこちょー、お手手を結んで開きましょう。時の血まみれじゃないですか。今すぐ直します。よせ、俺が自分でつけた傷だ。魔法は使うな。それはむやみに使うものじゃない。でも痛いでしょ。もう痛くない。嘘です。さっき腰を開いたと願ってたじゃないですか。ちょっとだけだ。明日には傷も塞がるし、血も固まる。このままじゃダメです。傷がひっつれたままくっついてしまいます。跡が残るし、ずっとじくじくと痛みますよ。構わんさ、どうせ傷はこれからも増える。私は嫌です。だってこの血はアローン様が流した涙なのでしょう。この傷は怒りと悲しみの跡なのでしょう。だから私は。おい、ローン様の手からほんの少しでもそれを隠すことができたらって思います。少し痛いですよ。もう少し、もう少しですから。ありがとう。感謝する。助けていただきましたから。別に負い目なんか感じることはない。あれは成り行きというか、ただの気まぐれだ。お前だからって助けたわけじゃない。アローン様は気まぐれにみんなを助けてくれるんですね。私、もっと大好きになってしまいます。あのな、成長したな、人間。
現状を報告してくれ。正確に頼むぜ。はっ。司祭ドルーク様の指示により古城の警護に当たっていたところ怪異が起こり化け物の大群に襲われたと。万族の襲撃を受けたとの報告もあり混乱しておりますが、とにかく駐屯していた部隊は壊滅に近い被害を受け、ドルーク様も犠牲となられたようです。城内にはまだ兵と化け物の死体が散乱しておりまして、正確な被害についてはこれから確認することとなっております。十分だ。ドルークか。あの墓泥棒の生臭坊主がどうしてこのエリンにいる。奴はアルビオン島で魔王の棺とかいう大層なお宝を掘り起こしたとかで本国へ帰ったんじゃなかったのか。裏付けはちゃんと取ったんだろうな。ああ、生き残った兵士たちからも事情を聞きましたし、確かに間違いないと。司祭ドルーク様が。ドルークでいい。さっさと帰国せずにこんな場所にいたという時点で奴が本国の命令に背いていたのは明らかだ。はま、お宝をがめようとしたんだろうが、でも奴が欲しがったお宝ってのはこんな古ぼけた大釜だったり魔王の棺とかいううさんくさい代物だったりするわけだろ。わざわざがめるような値打ち物だとは俺にはとても思えないんだがな。どうやらドルークは密かにこのエリン島に棺を持ち込み独断で復活の儀式を試みていたようです。伝説の大魔王を復活させ、その力を我が物にせんとして。魔王の復活ね。そんなインチキ臭い儀式に狂った挙句古城を一つ化け物まみれにしてくれたと。キャツラの処分にこちらの兵もかなりやられた。欲深な道化のせいでこんなとばっちりだな。やれやれ、元老院のお偉方も事の次第を報告すれば補充の兵を送ってくれるわな。何しろ大魔王が復活するなんてバカ話を信じ込んでたのは連中だったからな。それは。ああ、お前が恐縮したってどうにもならないのは分かってるって。はあ。それで今回のゲール族の反乱は、奴らは何を起こって大移動なんか始めやがったんだ。ここいらの連中はまあみんな蛮族だが帝国には協力的だったろ。それがドルークが族長の娘を儀式の生贄にさらったようで。おいおい、よりにもよって族長の娘を正気か。なんてこった。超神的な坊主はこれだから。根拠はあったそうです。古代王国の隠された血統ってやつか。そんな蛮族のヨタ話信じてどうするよ。奴らは太古の王族だの妖精だのを先祖に従うんだ。箔をつけたくてさ。ですが儀式に立ち会った魔法使いどもはドルークが復活した魔王に斬殺されたと口々に申しておりますが。魔王が復活？なんかの間違いさ。大方蛮族どもの仕業に決まってる。その娘の兄貴にアルサルとかいう小僧がいたはずだ。そいつにやられたんだろう。確かに兵たちの話では蛮族の若者も乗り込んできたそうですが、もう一人見慣れぬ者がいたと。もう一人？どんなやつだ。黒ずくめの凍えるような目をした、とても恐ろしい男だったそうで。それが魔王だって言いたいんだな。そうです。まあいい、本当にいるのならいつか会うこともあるだろうさ。どうせ偽物だろうがな。そんなことより今は事態の収拾だな。ゲル族は今どこにいる？はい、彼らは兄弟関係にあたる海の民から多数の船を調達し、一族ことごとくエリンを脱出しました。麦畑は焼け野原、民は逃げ出して村は廃墟か。おいおいドルークよ、せっかくのエリンどうしてくれるんだ。これでは 2,3 年は元に戻らん。帝国の退役兵でも入植させるしかないか。いかがします。今なら蛮族どもを呼び戻せるかもしれませんが。無駄だな。
ここまでやらかしてしまったからには修復不可能だ。俺の前任者たちが長い年月をかけて築き上げた同盟関係もこれでおしまいだ。それに帝国は従う者には寛容を与え、ひとたび牙を剥いた者には死を与えてきた。たとえこちらに火があろうと、残念だがいずれは皆殺しにするしかないな。はい。なんだ、ビビってんじゃねえぞ。これこそが帝国の繁栄と永続を約束する支配の原則だったはずだろ。はっ、全ては永遠なる神聖帝国のために。よせよ、俺はその神聖って名前が大嫌いなんだ。そんな言葉を付け出すよりももっと大切にすべき言葉があったろうってな。今回の件だって原住民どもにもう少し寛容に接していればここまでこじれなかったんだがな。ったく、最近のこの国はどうかしてるぜ。守るべき真偽すら狂った坊主一人にやすやすと踏みにじられてしまう。古き良き帝国の伝統もどこに行ったのやら。ガイウス様、それ以上はどこにデラトールの目があるとも限りません。思うところを言ったまでよ。俺は皇帝陛下の忠実なしもべさ。司令官殿、司令官殿はどこにおられますか。なんだ、騒がしいな。重大な要件にて急ぎ申し上げます。しんがりを務めるはずだった船団を捕獲しました。蛮族を魔道で迷わせた隙に奪いましたので、こちらの損害は皆無です。どうやらこれが族長船らしく、少なくともこれで族長以下部族の主だった者はこの島に足止めされているはずです。いかが計らいましょう。神のつもりで一度だけは見逃しているつもりだった。面倒なことをしてくれたな。ああ、いや、よくやった。そうだな、もしも魔王とやらがいるのなら会ってみるのも悪くはないか。船は今どこに。空港ポルトスマグナスに係留してあります。よし、野郎ども、行くぜ。蛮族どもは必ず取り戻しに来るはずだ。はっ、ただし。エリントか、かつては深い森だったと思う。何か書いてある。フェスティナーレン、ゆっくりと急げ。わけのわからない言葉が流行ってるんだな。誰だ、出てこい。そこの黒いやつ、とにかく勝負しろ。ああ、あたしの名はモルガン、ゲールの誇り高き戦士だから、とにかく勝負しろったら。どうして。にゃーい、とにかく勝負しろったら。こいつ危ないだろ。矢をやたら乱射するんじゃねえ。クソ、なんだ、たわいのない休み。殺せ、今すぐ殺してくれ。名誉ある戦
いで殺してくれ。今度は殺せだと？わけのわからないやつだな。付き合ってられるか。死にたきゃ勝手に死ね。アローン様、おはようございます。アローン、どこ行ってたんだ。お前がいないと軍議が始まらないだろ。軍議？なんだか知らんが、勝手にやってりゃいいだろ。知ったことか。そうはいくか。お前は我が妹を妻にし、一夜を共にしたんだ。そうだろ、リアンノ。兄様ったら、そんな朝から恥ずかしいです。今ものすごい音がしたような。お前リキか。つまり丈夫なやつだな。すっかり族長ってことだ。制約の民、ゲール族のな。ああ、そういえばそんなこともあったか。部族の掟では軍議は族長なしでは開けないとある。絶対にここにいてもらうぞ。軍議っつったって他に誰が。皆様方お揃いのようですな。ああ、いきなり誰だ。お前か、オガム。アローン様、とにかく始めていただけませんか。いつまでもここにいるわけにはいきますまい。わかったよ。軍議でも何でも開いてやるさ。とりあえず現状はわかってる。要はあるさ、お前が後先考えず一族の大移動を始めたってことだよな。で、これからどうするつもりだ。帝国の奴らは黙っていないぞ。誰が後先考えずだ。俺はゲール族の一の戦士アルサル。一族で最も制約に忠実であり、最も思慮深い戦士だ。きちんとこの後のことも考えている。おお、聞かせてもらおうか。このエリン島を出るんだ。一族総出でか。そんなたくさんの船どこで手に入れる。心配するな。知り合いの海の民から船は買った。すでに一族のほとんども夜明けとともに脱出させた。今は沖で待ってる。あとはしんがりの俺たちだけだ。よくもそんな金があったなって。あれか。ああ、妹の身代金とか言って奴らが勝手に置いていった金だ。もちろんあんなはした金じゃ妹の髪の毛一筋だって足りないけど、慰謝料代わりにもらってやったんだ。なんだ、何を笑っている。文句があるのか。いや、それでいい。制約に忠実で思慮深い一の戦士殿で、どこに向かうつもりなんだ。それなんだが、俺たちはエリン島から出たこともなくて、正直どこに行っていいのか困ってたんだが、とある筋から耳寄りな話を聞いた。耳寄りな話。そうだ、エリン島の東、アルビオン島の南にまだ帝国の手の及んでいない大層良い土地があるらしい。作物はたわわに実り、家畜は丸々と肥え太るという。森や浜辺では狩りの獲物にも事欠かない。打ち捨てられた堅牢な城まであって、俺たち一族がみんな住んでも余るくらいの大きさだという。その上、住民はみんないい人ばかりだそうだ。アルサル、お前が誰からその話を聞いたか俺には分かるぞ。こほ、手際が良いと思ったらお前も一枚噛んでたわけか。あの城の封印を解けというのか。そうです、アロン様。いささか時期尚早かとは思いますが、まあ良いではありませんか。他に選択の余地はないようですし。アローン様、アルビオン島というのは遥かの昔、私たちの父祖が住んでいた場所なんです。私一度見てみたかったんです。そんなことは知ってるさ。俺もあの場所には長くいたからな。まあいい、お前らが思ってるほど生優しい場所じゃないと思うが、なら行くか。よし、決まりだ。俺たちも船に乗るぞ。はい、兄様。うわー、アルサル！
モルガン、どうしてここに。お前、俺たちの船の見張りをしてたはずだろ。船は帝国に取られてしまった。すまない、アルサル。そんな。とんだオチがついたな。悪かった、きちんと見張っていたはずだったのに。気がついたら船はなくて、帝国の港に積まれてしまってて。何？魔道で幻惑されたのでしょうが、帝国のやり方に不慣れなのですから、致し方のないことかと。なんてことを。今は戦時下なんだ、ここは戦場だって。ほんの少しの失敗がみんなの命取りになる。断じて失敗は許されないってあれほど言ったはずだろう。さて、これからどうする。制約に忠実で思慮深い戦士殿は当然こんな場合はどうするかってのも考えているな。それはまずは一族の掟にかけてこの失敗に対する償いをしなければならない。過ちを犯した者に制裁を加えて。アルサル、一の戦士としてお前はこの事態にどう落とし前をつけようとしているんだ。俺はアルサル、答えろ。分かっているさ、すべてはこいつに船の見張りを命じた俺の責任だ。アロー、覚えておくがいい。戦場で失敗した者に課せられる掟は一つだけだ。俺は族長のお前にこの首を差し出そう。兄様。アルサル、もういいんだ。しくじったのは私だから。失敗の責任はきちんと私が取る。だから私の首を切ってくれ。よせ、モルガン。アローンっていうのか。お前が新しい族長とは知らなかったから、ないところばかり見せてしまったな。でも最後だけは戦士の誇りにかけて人に従うぞ。立派な星首にしていろりの上にでも飾ってくれ。モーちゃんまで何を言ってるの。アホかお前ら。なんだと、掟に従って失敗の責任を取るのは誇り高い戦士として当然のことだ。お前だって落とし前がどうとか言ってただろ。けっ、それで現状が改善されるんならいくらでも星首を作ればいいさ。そうじゃないだろう。お前らの首なんて何の役にも立たない。俺が落とし前と言ったのは解決策を考えろってことだ。だがこのままでは一族への示しがつかない。掟は守るべきものだ。お前まだそんなことにこだわってるのか。まあいい、だったらこうすればどうだろう。実はこいつ今朝方俺に挑戦して敗れている。本当か。やけになってたんだ。まああの時俺に殺されたようなものだ。俺が身柄を預かったってことでお前が仲間を納得させろ。こいつは魔王様がそばに置くから下手しは許さないとな。確かに族長がそばに置くというのなら一族の連中も納得するだろうな。お前本当にそれでいいのか。モルガンだぞ。ああ、別に構わない。星首を飾っておくよりは役に立つだろう。お前もそれでいいな、モルガン。え、あ、私を族長のそばに置いてくれるのか。ああ、せいぜい役に立てよ。ありがとう、アロー。ずっとお前に尽くすぞ。朝も昼も夜もずっと尽くすからな。わかったわかった、意気込みだけもらっとくさ。アロン様、モーちゃんを助けてくれてありがとう。
アローム専門すまない。何をグダグダ言っている。いや、なんでもない。お前もまだまだだな。まあいい。そんなことよりこれからのことだ。どうするつもりだ。行くしかないだろう。行くってどこへ。帝国の港へだ。落とし前をつけに行く。奪われたものはまた奪い返せばいい。ただそれだけのことだろう。ああそうだな。失敗したってやり直すことはできるんだ。少しは頭が回ってきたようだな。よし、俺たちの船を取り戻しに行こう。編成しますぞ。我ら各戦えり。